エクシソーズリュックとは、トルコ発のソーシャルネットワークです。このサイトは、協調型ハイパーテキスト辞典と呼ばれる概念の、世界で最初で最も有名な例です。この概念は、トルコで、インターアクティフ SZL キロや、キャトレム CSZL キロとしても知られています。そして、これは、ハイパーテキストで書かれた協調型辞典として、定義されます。 従来の辞書とは異なり、これらの辞典にいる情報は正確である必要はありません。共有された情報に加えて、ユーザーは自分の個人的な意見を表明することもできます。エクシソズリュックは H2 グラム2とエブリシングに似ていますが、最も重要な違いは辞典ベースであることです。エクシソズリュックはメンバーの話し合い、時に起こる闘技や、 メンバーの社会的な交際という方法により、トルコ特有、ソーシャルネットワークのジャンルの一つである SZL、キロソズリュックの先駆にもなった。メンバーは、あらゆる主題について、自分の意見を表明でき、ユーモア的な情報はこの時点の中の大部分を、占めている。エクシソズリュックは、セドットコッポナルーセダットカパノールによって、1999年2月15日に、 sourtimes.org というウェブサイトの一部として設立されました。カパノールはこの一部を設立する際に本、銀河ヒッチハイクガイドに触発されました。また、エクシソーズリュックという名前はポーティスヘッドのサワータイムズサワータイムズと呼ばれる歌に由来しています。エクシソーズリュックにある最初のエントリーはピックに関連しています。それは ギターを弾くために使われる小さなプラスチックの奇妙な物体と定義されていました。エクシソズリュックの最初のページデザイン。このスクリーンショットはサイトが設立されてから1週間後の1999年2月23日に記録されました。モデレーターは何らかの理由でサイトでユーザーを受け入れられませんでしたで、クローンと呼ばれるいくつかの辞書サイトが出現しました。 そういったウェブサイトの中では、ネディルネット、ザマネソズリック、ズイビディソズリックなどがある。エクシソズリックの進行により、トルコ人は、フェイスブックやツイッターなどの人気のソーシャルネットワークの使い方を簡単に把握し、ソーシャルメディアで重要な経験を積むことができました。様々なイベントでこの経験を利用することで、トルコ人によるソーシャルメディアの利用が増加しています。また、 このサイトはトルコのインターネットの歴史に表現の自由の最も重要な要素の一つになりました。様々な理由でエクシソズリュックの管理者とユーザーを相手に訴訟が提起されましたが、これによってサイトが活動を継続することを妨げることはできませんでした。エクシソズリュックの古いロゴはインターネット検閲に抗議するために2008年にブラックバンドで覆われました。 検閲されたロゴの上にマウスカーソルを置くと、フランクザッパからの引用が表示されました。I think that if you use so cold, strong words, you'll get your point across faster and you can save, a lot beating around all the bush, why are the people afraid of words, sometimes the damnist, things that gets sent makes the point for やエクシソズリックの多くのユーザーは、 トルコの地震の最初の瞬間から地震に関連する進展を記録することができ、地震の強さはほぼ正確に予測できます。この問題は長年ユーモラスに議論されてきましたが、イタリアにあるトリエステ大学での科学的研究はこれを証明しました。ありがとうございます。